地籍調査は土地の所有者や教会などを確定させる調査で、昨年度末の三重県の進捗率は10%で、全国平均の52%を大きく下回り、大阪府と並んで全国ワースト2位となっています。地籍調査の遅れは大地震などの災害発生後の復興の妨げになると指摘されていて、今日の一般質問で。 新生三重の下野議員が事前復興の取り組みとして地籍調査を進めるべきと主張し県の方針を正しましたこれに対し三重県の一見知事は地籍調査の実施主体である市町への支援を強化していく考えを示した上で次のように述べました。 リーダーダとします,です地的な地域もありますので、そこに学んで、少しでも前に進めるようにしていきたい三重県は今後、地籍調査が遅れている現状を分析した上で、対応を検討していくことにしています。